今まであった柱の中で一番かも。キラ、ウェイター。毒じゃなく毛を切れたらよかったのにね。それだけ早かったら勝てたかも。ああ、無理か。君小さいから。なんで私の手はこんなに小さいのかな。なんでもっと身長が伸びなかったのかな。あとほんの少しでも体が大きかったら、鬼の毛を切って倒せたのかな。手が、足が、たければ長いだけ筋肉の量も多いわけだから、ユリなのに、姉さんは華奢だったけど、私より上背があった。姫島さんいいな。あの人が助けに来てくれたらみんな安心するよね。姉さんがあの時急落とした言葉を私は知ってる。多分忍はあの鬼に負けるそう言うとしてやめてくれたんだよね。しっかりしなさい。泣くことは許しません。姉さん、立ちなさい。立てないし、土で左の肺もざっくり切られて息もできないの。関係ありません。立ちなさい。鞭柱胡蝶忍。倒すと決めたなら倒しなさい。勝つと決めたのなら勝ちなさい。どんな犠牲を払っても勝つ。私とも、カナオとも約束したんでしょう。カナオ。ごめんごめん、半端に切ったから苦しいよね。忍ならちゃんとやれる。頑張って。立つの？立っちゃうの？いい。君本当に人間なの？鎖骨も肺もあばらも切ってるのに、君の体の大きさ、その出血量だと死んでてもおかしくないんだけど。あ、ほら。あ、一日が入ってゴロゴロ音がしてるそぞおぜする痛みだろう。俺がすぐに首をストンと落としてあげるから無理しないで。君はもう助からないよ。意地を張らずに。狙うならやはり急所の刑。刑に毒を叩き込めば、初期はある。虫の呼吸、僕の舞。約束じゃな。方にうねる動き、足を割るほどの踏み込み。はよい、攻撃は読めない。
幸せの道はずっとずっと奥まで続いているって思い込んでいた。破壊されて初めてその古服が薄い剣士の上に乗っていたものだと気づく。そして自分たちが救われたように、まだ破壊されていない誰かの古服を強くなって守りたいと思った。そう約束した。鬼お味噌一体でも置く。二人で私たちと同じ思いを他の人にはさせない。力が弱くても鬼の頭が切れなくても、鬼を一体倒せば何十里、倒すのが助言だったら何百里もの人を助けられる。できるできないじゃない、やらなきゃならないことがある。怒ってますか？そう、私怒ってるんですよ。炭治郎くん、ずっとずっと怒ってますよ。親を殺された、姉を殺された、カナオ以外の女子も殺された。あの子たちだって本当なら今も、鬼に身内を殺されてなければ今も家族と幸せに暮らしてた。本当頭にくる。ふざけるなバカ。なんで毒効かないのよこいつ、バカ野郎。えらい、頑張ったね。俺は感動したよ。こんな弱い女の子がここまでやれるなんて。姉さんより才もないのによく見張りをやってこれたよ。今まで死ななかったことが奇跡だ。全部全部無駄だというのにやり抜く子かさ。これが人間の夢さ、一人どの素晴らしさなんだよ。君は俺が笑うにふさわしい人だ。永遠の共に生きよう。言い残すことはあるかい？聞いてあげる。地獄に落ちろ。紅はない衣、
いやー、危ない、危ない。吸収してる最中に切りかからないでおくれよ。おや？挑発に乗らないね。この子がさっき指文字やってたからかな？俺の能力とか教えたのかい？一瞬だったのにすごいな。無駄なのにね。頑張り屋さんだね。いや、それにしても今日はいい夜だな。次から次に上等なごつおがやってくる。好きな人や大切な人は漠然と、明日も明後日も生きてる気がする。それはただの看護でちけなくて、絶対だよと約束されたものではないのに、人はどうしてかそう思い込んでしまうんだ。